ただいまより第9試合本日のメインイベント60キロ級3分3ラウンドを行います。赤コーナー、元 WBC ムエタイインターナショナル並びに WBC ムエタイ日本統一ウェザー級チャンピオン、元 NJKF 東急チャンピオン小国事務所属、モタロー。青コーナー、元スクワキントンライト級チャンピオン、元 WMC 日本スーパーフェザー級チャンピオン、現スクワキントンライト級1位、トゥーズメタイ新事務所属、リクシソー。試合に先立ちましてちょっと前ワイプがございます。
ラウンド終了。第9試合本日のメインイベント60キロ契約3分3ラウンド赤コーナー桃太郎小栗事務所属年齢33歳身長173センチ元 WBC ムエタイインターナショナルフェザー級チャンピオン元 WBC ムエタイ日本統一フェザー級チャンピオン元 NJKF フェザー級チャンピオン小栗事務所属戦績は51戦35勝15敗1分けです。青コーナー陸疾走トゥースムエタイ新事務所元スクワンキントンライト級チャンピオン元 WMC スーパーフェザー級チャンピオンスクワンキントンライト級1位年齢23歳身長171センチ成績は24戦16勝8敗です。セコンダーセコンダーラン誠にありがとうございました。次回興行は8月の4日日曜日ここ新宿フェイスにおきまして開催が決定しております。どうぞたくさんのお客様ご来場お待ちしております。桃太郎おぉビラゴパッチだぜ。おぉビラゴパッチ続いてのラウンドが本日の興行の最後のラウンドになります。セコンダーセコンダーラウンド3ラストラウンド
に入ります。採点の結果を発表いたします。ジャッジ3点と29対28、赤コーナー桃太郎、ジャッジアラビア29対28、赤コーナー桃太郎、ジャッジ29対28、赤コーナー桃太郎。以上3対0、3対0を持ちまして勝者赤コーナー桃太郎。